思い出した。ジャッジメントには捕まったが、最後身も心も踏みにじって再起不能にする最悪のテレポーターがいて。誰のことですのそれ。畜生、このまま引き下がれっかよ。さらにはそのテレポーターの身も心も虜にする最強のエレクトロマスターが。こうなれ、てめえらまとめて。そう、あの方こそが学園都市230万人の頂点、7人のレベル5の第3位、レールガン美坂美琴お姉様、常盤大中学が誇る最強無敵の電撃姫ですの。すごい。あなたの能力もなかなかのものでしたわよ。レベル3といったところかしら。能力に有頂天になるあまり道をたがえたようですわね。しばらく自分を見つめ直して、もう一度出直してくださいな。本当にありがとうございました。いいえ、なんとお礼を言っていいか。ほら、あなたも。お姉ちゃん、ありがとう。お手柄だったね、サテンさん。え？すごくかっこよかったよ。美坂さんも。お姉さま！サテンさん、お怪我大丈夫ですか？平気平気。美坂さんもすっごくかっこよかったです。今日は黒子とお姉様のアニバーサリー。運命の赤い糸で結ばれてちょうど1ヶ月目の。例の品物が届かなかったのは残念ですけど、今日こそ黒子は差し上げますの。心を込めたプレゼント、そう、生まれたままのこの私を。ただいま。お姉さま。お邪魔しまーす。憧れのお嬢様のお部屋。ベッドもふかふか。ったく、あんたは何考えてんの。お姉さまこそどうしてウィハルとサテンさんを。たまたま街で会ったのよ。買い物にも付き合ってもらっちゃったし。買い物？え？ああ、うん、ちょっとね。やっぱりすごいですね、常盤台の女子寮。羨ましいな。食堂なんかもすっごい広かったもんね。そんなことないよ。お姉さまったら、よりにもよってどうしてこの日に。せっかくのアニバーサリーが台無しですわ。早いもので、あれからもう1週間経ったんですね。っていうか、まだ1週間なんだ。なんかもうずっと前から一緒にいる気になってました。なんですのこの扱いの差は。クロコ、ひょっとしていらない子。この小豆、誰にも顧みられずに捨てられるこの孤独な小豆と同じですの。うっさいわね、あんたはさっきから。やけ散る子ですわ。これがやけにならずにいられましょうか。1ヶ月、今日はお姉様と私が運命の赤い糸で結ばれてちょうど1ヶ月目のアニバーサリーですのよ。一
月前のこの日、クロコとお姉様は偶然にもこの部屋のルームメイトになった。以来寝食を共にし、喜びも悲しみも分かち合ってきた。ここで、この部屋で。なのにお姉様ったら。私たちお呼びじゃなかったかな。クロコ、あんた無理やりここに押しかけてきたよね。偶然でも運命の赤い糸でもなくさ。それで何？喜び？悲しみ？焼け汁子？よくもそこまで言えたわね。そうよね、変態は掃除しちゃわないとね。見解の相違ですの。それに私はただお姉様と今日という日をささやかにお祝い。宅配便です。208号室白井クロコさんのお部屋でよろしいでしょうか。はい、あの品物は？パソコン部品とありますが。そりゃそうですわね、あの手の業者はそのあたりよく心得てますもの。送り主は？有限会社愛と漢方の絶倫美薬様からです。そこを明記してどうしますの。クロコ、ささやかにお祝いするのになんで美薬がいるのかしら。あんたの変態性質を治すには相当な荒療治が必要なようね。お姉様、その名の通り真っ黒焦げになり